リキ。リキだよな。久しぶりだな。リキ。よう、本当にどこ行ってたんだよ。パートナーほったらかしてさ。3年だぜ。こいつが頑張ってたおかげでバイソンは潰れずに済んだけどよ。なんか悪いことしてたんだろう。大人っぽくなっちゃってさ。そんなんじゃねえよ。そうだ、紹介がまだだったな。こいつキリエってんだ。お前がいなくなった後に入ったんだ。挨拶よろしくな。声が小せえぞ。よろしくな。いいぞ、バージンボーイ。なんだよ。ほら、ちょっと似てるだろ、この目つきがさ。俺はこんなガキじゃねえぞ。なんだと。やめなって、お前の叶う相手じゃねえよな、ガイ。ああ、リキよ、この3年何も変わっちゃいねえんだ。ガイが悪いってんじゃねえんだけどよ、この町じゃしょうがねえな。ああ、変わらねえな、何もかも。ダークの力って言うからどんなにすごいやつかと思ったらこのざまだもんな。毎日ダラダラしちゃスタウト飲んでラリっててさ。てめえそれでもヘッドかよ。おいキリエ。オッドアイか、珍しいな。目のことは言うな。それよりヘッドらしく仕事の話をしようぜ。ミストラルのオークションでトリッパーをいただく。お宝を目の前にしてバイソンが何もしねえって言うのかよ。ダメだと言ったらバイクで決めればいいさ。俺が勝ったらオークションに行く。いいな、リーダーさんよ。てめえはよっぽど怪我したいらしいな。一体いくつだ。まだケツの青いガキだろうが。ビビりやがったな。バイソンのことは俺が決める。てめえはおとなしく来ればいいんだよ。じゃあ行くんだな。ああ。
見てみる。え、いきなりなんだよ。なんだこいつは。わからねえが売り物なんだろうな。こいつもこんなやつ、ペットにするやつの気が知れねえな。な、行こうぜ。おい、そのトリッパーは日装庫だぜ。本当か？ここだって言われたんだがな。いや、20ケースだけ移すことになったんだ。確かに。それじゃ俺が行こう。悪いな、助かるぜ。本当にここなのか？うわぁ！やったぜ。ちょろいもんだな。あとは頼んだぜ。うん。皆さん、こちらをご覧ください。ナンバー D1608。それでは、2000万クレジットから。こっち見てるぜ。俺たち日記があんのかな。こりゃブロンディと知り合いになれるチャンスだぜ。バカを言うな。もうにビビってんだよ。ブロンディが怖いのか。ガイ、行くぞ。リキの野郎。ヘッド、はあ、あれのことですか。あれはスラムの雑種です。ペット管理法の適用はできません。たかがトリッパーではありませんか。わざと見逃してやったのがお気に召しませんか。今さら警告の必要もないでしょう。遅かったじゃないか。ユピテルに何か言われたな。あのリキとかいう雑種のことか。図星か。だから俺がもうやめろって言ったじゃないか。いいか、これがお前、これがリキだ。お前のやっているのはこうだ。つまり私はチェックがかかっているのにポーンを取りに行く愚かなナイトってわけか。笑い事じゃないぞ。
俺がユピテルならこうしてる。これが当然だろう。分かった。もう何も言うな。失礼します。お客様がお見えです。ケレスの雑種でキリエという。下のロビーで待たせておけ。いや、カッチを呼んで相手をさせろ。